はいえー、イベントのお知らせでございます。同、は、志、いえー、レジャーランドですね、えー、9月23日土曜日、ですね、えー、子どもバイク体験会ということで、えー、行います。えっとね、だいぶ前、やったことがあるんですけども、えー、再びですねあのい,ろいろいろ諸事情が落ち着きましたので、はいえー、やらせていただこうと思うんですが、えー、小学校5年生から中学校3年生までを対象にしたあバイク バイク体験会で,す、ね、であのー、我々が、つきっきりでついてですね、あの乗り方を教えますので、まあ、そういうことを、そこまで一気に到達する人もいるんですけど、まあ、その前にですね、えー、もう本当は、あのー、小さな8の字を書いたりとかですね、えー、まあ、っすぐ進む、進んで止まるとかね、えー、そうしたことをやらせていただこうかなと思っております。はい。 えーまあ、服装はですね、えー、長袖、長ズボンを,を着用していただくということと、ヘルメットとかプロテクターとか、あのグローブはありますので、えー、ヘルメット、グローブ、プロテクターはあるので、あのもしねあの天候が不安な場合は、ですね雨具を持参いただけると幸いです。でね、あの結構、あのなんていうんですか。 バイク乗る以外も遊ぶところがいっぱいあって、わ、え、り、ー、かしあのお子さんたち汗だくぐちゃぐちゃになっちゃったりとかですね、あの泥まみれになったりとかっていうのはあるので、えー、と別にあの天気が悪くなくてもですね、あのお着替えがあるとよろしいのではないかなと思います。はい、自販機はあるんですけど、食べ物とか近くにじあ、どうしまでもコンビニないんですよあの。ないので、食べ物はご持参いただけると幸いでございます。はい でえー、とインストラクターは普段教えているですね、あのドシレジャーランドのスタッフさんと、あのまあ、私もですね、えー、お手伝いをしますので、はいえー見に、見に来てというか体験していただければなと思います。はい、車両は一番小さいやつですね。はい、であの本人さんの技量に合わせて、あのクラッチがないもの。 とか、あの非常にこうミッションがないものとかね、えー、そういったバイクもあることありますので、まあ、ほとんどの子がね、結構すぐ乗れちゃうんですけど、はい。あのー 楽しめればなと思っております。はい。えー、というわけで、えーと、申し込みアドレス、URL は概要欄に記載がございますので、お越しいただければ幸いでございます。た、ね、多分ね、あの親御さん見てるだけで暇だと思うんですけど、あのー、ご自由にお写真撮っていただいたりとかですね、あと私と雑談したりとかしていただければ幸いです。はい。えー、どうぞよろしくです。失礼します。